いし、三井住友銀行カードローンがカードレスになりました。カードを待たなくて大丈夫、スマホだけでパパッと審査申し込み。カードレスなのにカードローン？あ、カード派の方には引き続きカード発行も。つまり三井住友銀行カードレスが選べちゃいます。ローンです。なになに、もう一回。じゃあもう一回だけ。カードレスが選べちゃいます。ローンは三井住友銀行カードローン。レスが選べちゃう。SMBC 北海道の皆さん、三井住友銀行カードローンはカードレスになって、三井住友銀行カードレスが選べちゃいます。ローンにカードレスが選べちゃいます。ローン、スマホでなまら便利だべさ。 SMBC 宮城の皆さん、三井住友銀行カードローンはカードレスになって、三井住友銀行カードレスが選べちゃいます。ローンにカードレスが選べちゃいます。ローン、スマホでいきなし便利だっちゃ。福岡の皆さん、三井住友銀行カードローンはカードレスになって、三井住友銀行カードレスが選べちゃいます。ローンにカードレスが選べちゃいます。ローン、スマホでバリオカやけん。 SMBC 九州の皆さん、三井住友銀行カードローンはカードレスになって、三井住友銀行カードレスが選べちゃいます。ローンにカードレスが選べちゃいます。ローン、スマホでよかよか。おはようございます。ちょっと前後だけ少し足すかもしれない、はい、はい、行きます。よいスタート。三井住友銀行カードローンがカードレスになりました。カードを持てなくて大丈夫。じゃあ毎回だけカードレスが選んじゃいます。ローンは、おはようございます。お願いします。お願いします。せーの。カードレスなのにカードローン？それカードローンじゃない。カード派の方には引き続きカード発行と。うん、はい、カット。スマホを待たなくて大丈夫、違う、カードを待たなくて大丈夫、スマホだけでパパッと審査申し込み。あ、すいません。僕はそんなにリアクションが多かったのでサクサクで進んでいってるんですけども、吉高さんのセリフの量がね、あとスピードがすごいなと思ったのと、やっぱりセットがね、グリーンバックみたいなのがよくあるみたいなんですけど、今回、ね、映像が、なんか流れてて、それをモニターで見ると本当に外にいるみたいで、ね、現場ではアナログにこう扇風機当ててもらってね、風とかやったりして初めての体験でした。気さくですよね、本当ね、くったくないなと思って、はい、ちょっと緊張してるじゃないですか、女優さんに会うときって、どういう人かなと思って、本当にイメージ通りの方で、なんかセリフを一生懸命頑張って言われてて、可愛いなと思って、監督も可愛いって言ってましたからね。かなり現場も盛り上がっていらっしゃいましたよね。はい、こう振り向いた瞬間にこう目が合うときに、ドキッとしますね。でも目そらすと変だしな、僕は映ってないところなんですけどね、はい、声も可愛いですね、本当にね、滑舌も良くて、本当にでもカードレス決済が当たり前になってきて、とにかく財布を薄くできるようになるといいなって前から思ってたんで、なんかやっぱりどんどん使うと思います、はい、だからこれで便利って思ったってことは、でもやっぱり荷物が減るっていうか、全部これスマホになるんだなとは、現金を使わないようにっていうのがあるので、うん、カードをつなるカードにしてっていうのはスマホになってきますからね、うん、はい、片桐さんのスマホケースが巨大すぎて、そうですね、いろいろ使い回すのは面倒くさそうです。確かにそうですね、だからなんか置いたりとかっていうのはね、はい、もうスマホケースですこれね。モアイの iPhone ケース、モアイフォン、はい、そうなんですよ。カメラも撮れますしね、はい、ちゃんとスイッチも押せますよね、音量とかロックとかちゃんと押せますし、こういう秘密の小部屋とかここはね、爪楊枝が入ってるんですね。やっぱり歯に詰まったものとか取れないですからね、スマホはね。キャッシュレス決済とかもされて、そうです、キャッシュレス決済いけるんですけど、やっぱ何ってなりますよね。だからどうしてもなんかいけないときはこうすぐ取れるんだ、こうやってグッと外れるんだ、なんかこうちょっと軽くするようにちょっと負けてるんです、こうやって置いて一応できるんです。
空港とかね、こうやってバラバラにして大変なんです。はい、外国だとめちゃくちゃ笑ってもらいますけどね。まあもう iPhone ですよね。はい、やっぱりもう iPhone はもう重くて邪魔なんですけど、とにかく僕はスマホ中毒になっちゃうんで、重くてやめるっていうのが大事なこともあるし、これを持ってると初めてお会いした人でもなんかこれを中心に会話することでなんかこう打ち解けることができたりとかするので、なんかもはやもうスマホに粘土を盛ることがデフォルトになってるので、逆に買ったばっかりの時とかまだできない時とかに、あれ今日普通ですねとかって言われたりするんで、知り合いからはね、だからなんかそれ込みでなんか覚えてもらったりしてるんで、お守りみたいなものですね。はい、まあ、見て見ぬふりっていうのもあるんですけどね。あの電車の中とかね、子供が「ああ何それ」みたいな「おっしゃだ」みたいになる時がありますけどね。そんなに話しかけてくるお年寄りとかがね、どうしたのみたいな、あ、自分で作ったの偉いねっていう、よくわかんないリアクションもらいますけどね。はい、5年もあの CM が流れてたのかっていうのに、まず月日の速さに驚いてる感じですけど、やっぱり5年も経つとこう時代も変わってて、カードローンのやり方とかも進化してってるんだなっていう、たった5年だけどあっという間の5年でもあり、すごい長くこう時代が移り変わった5年でもあるなっていう風に感じましたね。気に入ってたんですけどね、前の CM も。あの北海道の方言とかはお友達が北海道の方がいたりとかするので、こう聞いたことあるんですけど、実際にこう東京なんでこうそういう方言が出てこないと思うので、身近で聞いたことなかったんですけど、本日はいろんなね、あの地方の方々がパッと来てパッと帰られてパッとその土地の風をこう送ってくれて、背中を押してまた皆さん帰っていきましたね。すっごいバッグを持たなくなったっていうか、身軽になった軽装、もうポッケで出かけちゃうぐらいの軽装になって、何がない、あれがない、これがないって探さなくても、これとこれがあれば今日はっていうようなシンプルさが楽だなっていうふうに思いましたね。唇が乾いてるのがすごく嫌なんですね。だからいつもどんな少しの移動でもお水とリップは絶対持ってたいタイプですね。水分はよく取るようにして、なんか唇カピカピだとこう落ち着かないなっていう自分もいて、はい、旅行ですね。自分の中で切り替えるのと頑張りましょうっていう、リフレッシュをしておきたいなっていうふうに感じます。食べ物が美味しいところがいいです、はい、こんにちは、吉高由里子です。この度三井住友銀行カードローンの5年ぶりの新 CM の撮影になりました。5年ぶりの CM の撮影は本当にガラッとシステムが変わったりと進化し続けているんだなということにこうびっくりして感心しましたし、朝から本当にいろんなハプニングがあって盛りだくさんで、本当にこういろんな意味で充実した5年分の CM になったんじゃないかなというふうに思っています。楽しい CM になっていると思いますので、お楽しみにこうご覧ください。一生懸命頑張りましたありがとうございます。今度からスタートする三井住友銀行カードローンの新サービスカードレスは、カードを待たなくてもスマホで申し込めて、さらに返済までできちゃうみたいなんです。もちろんカードを持ちたいという方には今まで通りローンカードが届くそうです。ぜひホームページでもチェックしてみてください。